北緯35度8分15.5秒統計136度5分40.1秒。北緯35.137639度統計136.094472度。35.137639136.094472。地図ボーダレスアートミュージアムの m a とは、滋賀県大見八幡市にある美術館である。 アールブルットの一部をなす障害者による美術作品の展示を目的とする日本初の数少ない施設である。日本財団の女性を得、社会福祉法人士が県社会福祉事業団によって2004年にボーダレスアートギャラリーの MA として開館された。2007年に現在の名に改称した。ミュージアム周辺の町並み大見八幡市の中心部。 重要伝統的建造物群保存地区としても知られる、八幡地区、長原町にあり、昭和初期に建てられた町や、旧の魔邸を、オルタナティブスペースとして、展示施設に改築して利用している。そしてこの、ノマ邸から、ノーマーの名がついた。アールブリットにも関わりの深い、絵本作家の畑吉子を、アートディレクターとし、ボーダーレスの意味に込められた。 障害者アートだけにとらわれない企画を模索している。また、設立以前の1995年から新たなアールブリットの作家の発掘に取り組み、記録、公表している。建物内部、ありがとうございます。